ここは攻めるか、やつの関西広域連合への加入を迫るか、どういたしましょう。いるあいつ向こうが許しを拒む限りの仕方だよ。そうか、ではわかりました。シガ殿、シガ殿、はい、何でしょう。彼はよほどの痛い目を見なければ、彼はまた同じようなことをしてしまうかもしれない。なるほど、そうだそうだ。ちょっと待ってな、ちょっと待って、本気の攻めちょっとしてるんちゃう本気ってか、お前ガラキやから攻められてるんちゃうか俺はほら、本当に争う気はないっていうのがこれでよく分かったんじゃないかな。うん、分からへん、よし行こうか。分からへん行こう行こう。結構トンダイジ先輩は強硬派やから。あの野郎、大阪の世から狐が。あ、大阪の世から狐がじゃないぞ、大阪の一部じゃん。お、よう言うた、よう言うた、よう言うた。それでこそ男や。お、お、青地島まで上がってる。あら、うどんは強いな。くそ、うどんに来られた。いや、もう、うつ先生。なんや、早く大阪様、大阪様に許しを請うべきじゃないのかね。あの、頼むから大阪様、あの、外交の委任を切ってください、お願いします。大阪を先導する悪いやからね。悪意の地獄しろ、悪しろ。どうするんだ、今日も。お前の国土は、え、どうした。いや、なんか四国は関西広域連合に入りたいと言ってんけど。やったぜ、やったぜ、淡路島を手土産に。よし、入れよう。やったぜ。やばい。強固な同盟が出来上がった。やばい、これ西日本制圧夢じゃないですよ、大沢様。大沢様切ってます、これは。もうこれは山陰要衆への展開もありですぞ。兵庫って俺同盟関係だったんだね。仲良し。よく見えるよ、仲が。やはりやつは敵。そうだそうだ、そう、関東の連中と組んでたとはな。あとなんか、さあ、愚かな兵庫もとうとう関西攻撃連合の仲間入りだ。いやさすが大阪様です。さすが大阪様です。大阪様の知性に間違いはない。変な宗教やんこれも。あれちょっと待って、あれまたやるか、もう一回やるか、もうやるか。違うんすよ、何もしないっす、俺ほんと何もしないっす。大阪大好き。あの姫路城はほんまに潰すから、ね、取り壊しやる、掃除毎日するから。おい兵庫市民、なんすか。今日神戸です、対名を。ダメだ、神戸の誇りだけは譲れん。兵庫市民。天ヶ崎が大阪になってて草生える。さあ、では関西広域連合の先兵として、兵庫君、君には参院平定を命ずる。お、任せてください。もとよろしく。兵庫さん、これは退任ですぞ、頑張ってください。大阪様、少しだけ様子を見られた方がよろしいんじゃないでしょうか。見てください、あの数、絶対に歯が立ちませぬ。なんだと、カリアに東京帰ってきたぞ。マジか、懲罰してやれ。いけ、ぶち殺せ、ぶち殺せ、ぶち殺せ、いけ。おー、雑魚。東京は、あの、ほんまだ、あの、南海州の空母機動艦隊、えげつなすぎんだけど、結構。あいつら一体何作ってんだ、うどんで。すごいな。うどんでできてんの、空母。よっしゃ。たまたまとか空母さ、あれ、さぬき。あー、見よう、埼玉がおっしゃーとか言ってる間に宮城が。あ、やばい。宮城、つい埼玉が、あの、千葉の首引きから解放されてる。あー、ついに。お前、千葉がやられてる。千葉が、宮城育成ゲーム。すごい。埼玉は全くもって進化しない。領土は聞いてきたやん。資源めっちゃ削れてんねんけど、これなんでな。属国だからだよ、ゆっくり。属国解除しないと戦争で資源吸い取られてなくなる。そうだ、大阪にな。これシャレになってない、シャレになってない。大阪が成長していく。君は神戸市を兵庫市と認めるかね。そこなんや。お前そのこだわり捨てろよ。そこなんや。まあ、コーヒーでも飲みに来いよ、お前、考えも変わるって。兵庫県の真の民主化のためにはまず神戸というアイデンティティをしなければならない。まあ、ええけど、別に。よし、兵庫県。じゃあ、君、これから兵庫県、兵庫市ね。お前、ほんま覚えとけよ。じゃあ、忘年会開催します。はーい、はーい、ありがとう。
ございます。なんかいるの？ちょ、待って待って待って。うちのキララなんちゃらなんちゃら使ってくれるんですか？忘年会。ちゃんと北海道の海産物取り出せるんで。あ、マジか。あ、やった。あ、このシーズンかやっぱカニやの北海道の海。そうやな。北海道の後にはカニ。あー、いいね。夕張メロンと夕張メロンと夕張メロンがありますけど。じゃあ夕張メロン。夕張メロン配置もありますけど。チンギスカンキャラメルじゃなくて何でもいいです。何でもいいです。チンギスカンキャラメルだけはもう。行くぞ。でで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 でおお忘年会だ、ゲロ温泉に行け、忘年会だ、行けいけー、ちーが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 、まず大垣攻めるんすか。大垣、進行空かけてます、かけてます、けけー、行くぞー、け、俺の三角兵がひよっくぜ、けけけけおー、一瞬強い強い、陥落するか、あ、陥落した、陥落した、はやっ、山岳してたわ、ほんまサクサクサクいってた、ついでこいつら、やっぱり山岳しないや、時代は山岳や、いけいけお、いけ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 イビもこれ死ぬんちゃうか、もう死んでる、オッケー、あ、ほんま死んだ、オッケーいけいけ、ゴー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 、進軍進軍進軍、超エキサイティング、じゃあみんな一発芸考えとけな、俺見てだけから、え、マジかよ。どんな上司だよ、こら。たまげたな。笑わしてくれるんだよね。どうする？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 大阪さん。大阪さん。大阪にいた方がいいかな。やっぱ、やっぱ、久しぶり。ベタにまずほっぺたにこう丸作って、たこ焼きとかやっといた方がいい。生々しいです。はい、一発芸、いや、このお店、はい、一発芸、忘年会、はい、奈良時代の人々の暮らし。あー、早い、あー、岐阜終了したんじゃ、じゃあ、忘年会の続きに越前街でも食いに行くか。あ、ちなみに富山、長野は我々の勢力圏なので。何言ってんだお前。何言ってんだお前。え、そうなの、激突か。そうだそうだそうだ、それはあれだよ、干渉地帯だ。待て待て待て、我々じゃなくてお前だけやろ。そうやな、我々北海道社会主義共和国連邦は諸民族の共同体だ。独立国家の連合同盟だ。嘘つけ、新潟県民今頃全部網走に詰められてるって、で木彫りの熊掘ってるって知ってねえぞ。いやいや、新潟県民全員今農業に従事してるから。え、ヒトランナー裏切ってこっち来ない。え、なんで裏切ってこっち来ない。ダメです。あなたは共産党は相入れぬ主義。いや、うち共産党なんだよね。そうなんだよ。いやいやいや、時代はやっぱ生産階級は労働者に取り返すべきだ。ただそしたらうち名手じゃないからさ、どうしようもできないんだよ。いや大丈夫、今から俺宮城ぶち殺すんで、途中でこう抜ける、いい感じの時に抜ける。いい、ね、じゃあ志賀君、君の領土を増やしてあげよう、宣戦布告したまえ、福井に。わかりました。ちょっと待ってください、湖北地方の、前線に遺跡や兵を配備するまで少々お待ちを、もうすぐ完了いたしますので。ん？君は何を仕切ってるのかね。いや、さすがに湖北破られるのは怖いので。大丈夫だ、滋賀が死んでも私がいるもの。はぁ、あ、はぁ、あ、じゃあ、宣戦布告してよろしいか、何か。いいよ、よろしいか、何か。よろしい、何。エネルギー安全保障上、とりあえず、こっち来た、ここ。おーい、死にさらせ福井県。おい、北海道と繋がりに行くなって、おい、ほら。おい、北の大地は危険やぞ。ほら、北海道と繋がりに行ってんじゃないぞ、このダサい玉。うん、ヒグマ出るんやぞ、ヒグマ。あ、大丈夫か。繋がってんだよ、元から。栃木が大阪と同盟して、あ、勝手に滅んでる。栃木くん、君は知らない。うん、君は知らん、君だって関西じゃないもん、関東。残念ながら。てか、シャオさんがぬるっとぬるっと関西の仲間入りしてるのが笑えるね。おらおおマジか、ついに一旦、よし、このまま滅ぼされるようにみんな宮城応援するんや。そうやな、大先生、早く今の隙に行くんだ、山陽に。任せましたぜ。大丈夫だ、我々がついている。そうだ、我々がついている。援軍は可及的速やかに送ろう。大阪様がついている。あ、来ねえわ。はい。